1400m 線出走は12頭です。明るい日差しがハウスを照らすまでに日を光り、東京競馬場気温も上がっています。馬場状態の芝は両馬場となりました。向こう正面中間地点ゲートイン、連覇を狙う中盤ランダッシュを収まって8番のシャインラーデン、最後は11番ユーグラフィー、ゆっくりと11番ゲートにユーグラフィーに収まってゲートに完了。
勝ち馬確定と払い戻しの発表までしばらくお待ちください。